皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道、本日キャスターを務めます若狭良子です。今日は特別番組ということで、素晴らしいゲストをスタジオにお招きいたしました。エコーズの足立住職は本日3回目のご出演ということですが、まず初めてのウェスゲストの方もいらっしゃいますので、自己紹介をしていただきたいと思います。足立住職からお願いいたします。はい、皆様こんばんは。エコー寺の住職しております足立隆元と申します。よろしくお願いいたします。はい、そして、はい、皆様こんばんは。北大寺、住職をしております近藤光雄と申します。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、もう今朝起きたお二人がいらっしゃると、もうすごくスタジオの中がこう厳かな雰囲気というか厳粛な感じがしてきますけれども、チャンネル桜北海道をいつもご覧になっている方は、足立住職がいらっしゃるということは、もしかしたらまた話かなっていうことで、期待をされている方もいらっしゃるかもしれません。今日はですね、北海道有志僧侶の会、はい、近藤住職も足立住職もちろん、はい、その会の、代表と副代表でいらっしゃるということで、はいはい、お話を伺ってまいりますが、初めてご出演された時にも、その北海道有志僧侶の会、そもそもどういう会ですかっていう質問をね、はい、されてますけど、もう一度説明していただけますか。そう、はい、あ、はい、あ、はい、代表、どういう会、はい、まあ、主にというよりも今、昨今のこの話題といいますか、うん、どうしても我々が避けて通りたいところのものにことに対して物申すというような感じで、うん、はい、まあ、いろんな講演会とか、うん、まあ、デモ活動とかも、はい、行っているような、うん、僧侶の団体です。はい、はい、まあ、僧侶といっても、まあ、お寺っていろいろな宗派があると思うんですけれども、はい、足立住職は真言宗さんですね。そうです、高野山真言宗ですね、はいはい、で近藤住職は、はい、曹洞宗になります。そうなんですね、はい、いわゆるもし政治の世界だったら超党派なんていう言い方しますけれども、はい、超宗派で、集まっていらっしゃる団体ということでしょうかね。はい、そうです。有志ということなので、ある事柄に対してそれぞれ志を同じくする方々が集まってのということだと思うんですけれども、はい、まあ、今回はですね、いろんなその事柄にちょっと切り込んで話をいろいろ伺いたいなと思います。はいはい、すごく真剣な眼差しでいらっしゃる近藤住職にもお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、一つ注意事項としてですね、これからお話しいただく中で、まあ、いわゆる流行り病について、それに対する予防接種、これについてお話をしていただきたいと思うんですけれども、前回同じテーマでお話をスタジオでした時に、藤江さんがゲストでいらっしゃった時なんですけれども、予防接種のことあれと言ってましたが、まあ、今回、まあ、予防接種で分かると思いますので、はい、それでどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ではそのデモについてすいませんけれども教えていただけますか。はい、日時ですけれども、本年の11月4日月曜日の祝日になります。札幌南口、アピアドーム集合にて、12時からですねデモ行進の方をしたいと考えております。うん、その後にですね大通り西7丁目こちらの方で凱旋活動も行う予定でございます。趣旨でございますけれども、まあ、流行り病の予防接種反対、うんうん、はい、これを大々的に掲げてございます。それとまた、日本人を実験台とする、移民政策に大きく反対を唱えてございます。さらには人権軽視の緊急事態条項反対を掲げてございますので、うん、よろしくお願いいたします。はい、前回、まあ、沢田先生が足立住職とお話をスタジオでされましたけれども、その時の第2弾ということでですね、はい、ただ11月なので相当冷え込んでいるかなというふうに思うんですけれども、はい、その中で1時間半デモがあるんですね。そうですね、なかなか予定としては1時間半のデモ行進を考えております。はい、はい、もう札幌駅その南口に集まってからずっとその大通りの方まで
ていうことですかね。はい、そうです。大通りの方に行って、うん、まあ1丁目から7丁目までをまたぐるっと回るような、うん、なるほど、はい、はい、もう暖かくもうして支度をしていただいて、ね、ということになりますけれども、私実は前回 の, その夏に行ったデモは参加できなかったんですが、参加していないんですけれども、はい、皆さん割と静かにデモをしているっていう感じですか、歩くときは。いえ、シュプレヒコールがですね、うん、やはりございますので。あ、なるほど、はい、じゃあ予防接種反対とかそういうシュプレヒコールになりますか。はい、はい、手洗いうがいをしましょうとかそういう、それはちょっと違います。はい、はい、あ、分かりました。前回ね、その足立住職が出られた時に、やっぱりいろんなご意見がそのデモの後寄せられたっていう話されてましたよね、はい、でそれでいろいろ考えて2回目次やる時はいろんな気をつけたいことがあるっていうふうにおっしゃっていましたけれども、はい、どういうことを今回は新たに。 あくまでも、うん、北海道有志僧侶の会が主催で、デモ行進を決行しますので、はい、まず前回はやっぱりいろんな団体の方にお力を貸していただいて、うん、初めてのこうデモを私たちの主催でさせていただいた時に、うん、こうマイクを持った人がシュプレヒコールの中でやっぱりこうヒートアップして、はい、ちょっと言葉がきつい言葉になったりとか、うん、当然その自分の思いの丈をこう発散するかのごとく、まあ、がなったような、うん、シュプレヒコールもございましたので、はい、そこをちょっと注意してというか、やはりその賛同してくださる方ももちろんたくさんいらっしゃったんですけども、やはりその何をやってんだっていうことでその言葉を聞いて、うん、やはりこうえってこう拒絶をされる、うん、はい、そういうその誤解を招くような言葉をこうシュプレヒコールの中で使ってたっていうのも実際、ご意見としていただいたんで、そこはもう完全に我々も反省するところだなということで、気持ち改めて第2回目は臨んでいこうとは思っております。いろんな正しいこと、どんなに正しいことを言っていてもそのやっぱり言い方でね印象が変わってしまうっていうのはあると思いますので、はい、そういうご意見、貴重なご意見をいただいたということで、はい、今回は子どもさんも安心して参加できるデモ行進という感じになるのかなというふうに思います。で予防接種反対というからにはその予防接種に対していろんなきっと思いがあるので、この今回のデモをされるんだと思うんですけれども、実際にどういうことを危惧していたりとか、おそらくですけど檀家さんに多分一番最初にお伝えになるんじゃないかなと思うんですよね。ですごく僧侶の会というのがあって、その中でこういう活動されているというのは私は初めてだったので、この間私住職が出てくださった時に、はい、なので、そういう話を聞いて、うん、きっとあ分かるって賛同するっていう人もいれば、すごくびっくりされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、いらっしゃいますね、はいはい、でもやっぱり最初に伝えるのは、うん、自分の大事な檀家さんからなんじゃないかなと思うんですが、はい、どういう切り口でお話しされたんですか。あ、じゃあ今度住職からお檀家さんにですか。はい、うん、まあ私個人的にはですね、その一度、この流行り病がですね、うん、騒動が始まった時に、この予防接種が始まる前ぐらいの、うん、なる2020年の頃ですね、はい、はい、その頃にお寺にお檀家さんが大勢来られた時にですね、うん、ちょっと私なりの考えをですね、うん、話したことはあるんですよ。あ、はい、ただですね、やはり個人個人いろんな考えがありましょうから、うん、私個人のそういった流行り病は実際はこういうものだよ、うん、これから出るワクチンは危険だよ、これをですね、言うのはなかなか難しいので、お寺にですねこうチラシを置いたりとか、はい、無言で 誰の目にもつくように、ずっと訴えかけておりました。うん、
じゃあそのチラシなどをこう見て、はい、これは何ですかって聞いてきた方にはお話を聞いてきた方には、はい、するということですね。本を差し上げたり、はいはい、それこそ小さい子供が、うん、こうチラシをですね手に取ってこう見てると、はい、あ、興味あるのかい、うん、これ大事なこと書いてあるから持って帰ってちゃんと読んでね、うん、まあ、こういうような感じでですね、うん、ずっと活動しておりました。なるほど、はい、まあ、小さな子供って聞くとやっぱり、そのね、前回ずっとキャスター務められてた澤田一先生がもう北海道の、まあ、日本の子どもたちを守りたいっていうことをよくおっしゃっていて、その、まあ、たくましくて本当に豊かで、強いこの素晴らしい日本を これからの子どもたちに残さないでどうするんだっていう思いでいつも話をされていたので、ちょっとそれを今思い出してしまったんですけれども、またね、その、お寺っていうところが、なんかすぐその葬儀と結びつくっていうことも前足立住職おっしゃってましたけれども、もうお寺イコールお葬式ではないんですよっていう話をされてましたよね。で、本当に今生きている私たちのためのものなんだって先ほどもちょっとお話をしていて、そういうこともおっしゃっていて、私それはすごく感銘を受ける言葉だったんですけれども、まあ、ただその予防接種に関しては本当にいろいろな意見がたくさんあるじゃないですか、はい、で、私前回その藤江さんがゲストでいらっしゃった時には、はい、まあ、自分は自分で調べてこれ打ちたくないなと思ったら私は打たなくていいって思ってるんですよね、うん、でもこれ大事なことだから打ちたいんだっていう人は打てばいいっていうふうに私は考えてるんです。ですがちょっと私のそういう考えとは違うんですよっていうことも先ほどお話を伺ってたので、はい、ちょっとその辺もお伺いしたいんですけれども、自由にしていいよっていうよりもむしろっていうところは止めなきゃダメっていうのが、うん、まあ私と近藤住職の、うん、見解というか、ワンクッション置かなきゃいけないんだと、はい、考えさせるというよりも伝えなきゃいけないっていうことは間違いなくあるんだっていうのを今そのこの運動というか活動の中でやんなきゃいけないなっていうことが今の原動力になってるんで、なるほど、そこのところはもう近藤住職がよくこう人様にお伝えするときに物事を簡単に伝えられることをこう心がけられてるんで、それを僕も聞いたときにまさしくその通りだなっていうのがあったんですよね、うん、なるほど、それも近藤住職に聞いてもらって、はい、じゃあもうそれは根幹に愛があるなと思うんです。いろんなこと言う方がやっぱりいると思うんですよね、はい、でこういう話をしてるとちょっと怒り出す方も中にはいらっしゃいますよ、うん、私も実際周りで、はい、すごく陰謀だとか、そういう話にすぐもう保守の人は騙されるとかっていうことを、うん、私別に保守かどうかもわからないですけど、うん、言われるんですが、私がさっき私自分で思ってるのは打ちたい人は打つ、打たない打ちたくない人は打たない、うん、で自由に選ばせればいいじゃないかっていうのはある意味その冷たい話だよねっていう、その責任は自己責任ということで、うん、でも近藤住職も足立住職も、はい、何かあってからでは遅いから、その前に何を誰に言われようと大事なことは伝えたいっていうことですよね。そうです、はい、はい、伝えなければならないんです、うん、これは、はい、例えば、まあ、私と足立住職こう一緒に活動してますけれども、何から何までこう細かいところまで同じかって、考えが同じかってそうではないんですよね、うんうんうん、ただその根本の部分、はい、これは非常に 大切なところで我々の理念なんですけれども、うん、なぜ我々がこう予防接種がダメだよということをですね、常にこう声に出しているかという言いますと、うん、例えばまあこう道がありまして、そこを人がまあ歩いてるとしますよね、はい、で、まあ、私がこうちょっと上の方からこうそれをその様子を眺めていて、うん、その人の歩いてる先に大きな穴が開いてると、うん、はい、ただ歩いてる人はその大きな穴に気づかずに道をこう
歩いてると、うん、でそれを上から見てる私はじゃあどうするんだと、うん、声出しませんか。まさに、はい、先に穴が開いてるよ、うんうん、気をつけなさい、うん、でこうたら避けますよね。そうですね。これごく当たり前のことだと私は思うんですよ、はい、それを声を出さずに危険だぞ穴が開いてるぞこう叫ばないでただ傍観して、うん、あの人穴に落ちるかなどうかな、もし落ちたとしますよね、うん、どうですかそれは。なぜ私は教えてあげなかったんだろうと思いますね。はい、うん、それを声を上げた上でその人にが穴が開いてるのを分かった上でその道を通るのであれば、それはまさに、うん、あの選択の自由ですよね、はいはい、ただ穴が開いてると知ってる以上、うん、声を上げなければならないというのが私の考えなんですね、うん、なるほど、はい、じゃあまあそれはもう穴が確実にあるからということですね。確実にあります、はい、私もねそんな医学的なこととかは全くわからないですけれども、うん、ただ、そのまあ藤井さんに教えていただいたこともそうですし、前回 の, そのデモ機と訴えられていたこともそうだと思うんですけれども、うん、何かその危なそうだよとか、はい、危険みたいだよではなく、そうです、実際にその、はい、そうなんです、予防接種をした後に、はい、まあ、お亡くなりになる方が、はい、まあ本当にその後に増えているっていうのは、数字として事実で出ているというところを踏まえてのお話だと思います、はい、で、実際にやっぱりこういうご職業ですから葬儀の数っていうのが、まあ、前回出られた時もおっしゃってましたが、はい、増えたっていう感じをもう肌で実際感じられているっていうことですよね。そうです、はい、肌というか数字で感じているということですよね。もう自分たちのスケジュールの中で、はい、こんなに年間通して葬儀が入っちゃったんだ、うんうん、そうか、なるほど、何なんだろう、うん、それは、まあ、うん、ないですよね、はい、予防接種が開始されてから極端に伸びたんで、うんうん、やっぱり何かあるんだろうなと、うんうん、だから先ほどの近藤住職お話しされる道路の真ん中に大きな穴が開いてて、うん、それをまあこう注意喚起してあげなきゃいけないのに、通る人がちっちゃな穴だから落ちないよってこう考えてる人も実際いらっしゃると思うんですよ、はい、うん、でもそれでも伝えなきゃいけないし、それでもさっきおっしゃるように渡るんであれば渡ればいいし、ただその穴はちっちゃいかもしれないですけど、その穴の周りにある土を踏んだばっかりに体調不良になる人も結構いらっしゃる、うん、そうですね、うん、亡くなるばかりではなくて、そうなんです、日頃の、ね、はい、日頃の生活が本当にしんどくなっていってる人が非常に多いっていうのも、うんうん、もう檀家さんたちがこうお参りに行った時に風邪が治んないだとか、うんうんうん、あそこが痛いここが痛いとかそういうことをおっしゃるし、うん、そしてやっぱりそのまあターボガンってね、よくね最近ここ数年ターボガンっていう言葉を使われることはあるんですけど、はい、急にがんになる方が増えたというのも、そのがんですか、はい、はい、あ、なるほど、気づいた時にはステージ4だったとか、あ、それはいわゆる、まあ、免疫力の低下からくるものとか、うん、じゃないですかね、やっぱりそれはあると思う。だから我々がもう先ほどおっしゃったように専門家じゃないんで、はいはい、でも現実的に専門家じゃないからなおのこと、うん、なんでこうなってるんだろうということを考えると、いや、うん、はい、はい、そうですよね、もう、あ、原因はこれなんだろうなっていうことですね、うんうん、なるほど、その、まあ、流行り病に罹患した数を凌駕してますもんね。あ、そうですね、そういうことですよね、はい、で私はまあ住職ではないので葬儀が多いとかそういうことは分からないですけど、一般 の, その国民が多分共通して感じてるんじゃないかと思うんですけど、救急車の音がすごくよく聞こえるようになりました、はいはい、私たまたまちょっとつい先日旭川で講演会があってそれに参加してたんですよね、まあ、一般 の, 視聴者というか一般の参加者だったんですけど、こうその講演が午前から、まあ、ちょっと午後もまたがっている長めの公演でしたけど、その間に4時間ぐらいの間に6回、旭川は、まあね、うん、そんなに小さい町ではないですけど、はい、6回も聞こえるかなっていう、しかもその土曜日だったんですけれども、うん、
で車運転してても必ず1日私、まあ、1回は必ず運転することが多いんですが、救急車とすれ違ったり、 そうですよね、はい、それはね本当に増えました。あ、きっといろんなところ回られるのに車で行きますよね、はい、行きます、必ず通りますよね。それもねすごく本当にどうしちゃったのかなっていうのは、一昔前だったらこう近所で救急車が来ると、うん、あ何があったんだろうって外に出て、はいはい、あらなんとかさんのお家でっていうのは実はあったはずなんですけど、うんはい、最近は出ていくことすらないですよね。本当ですね。救急車の音で、うん、ああまた通ってるまた通ってる、狼少年みたいな。そうなんです。もだからその我々市民側も麻痺してるんですよね、うん、この環境のおかしいこと、状況がおかしくなってるっていうことにも気づいてない、麻痺してるんで、うんうん、そこがやっぱり怖いですよね。そうですね、うん、確かにそう思います。でそのあのあることないことをただ適当に言ってるのではなくて、実際にあのただ感じてるだけでもなくて、数字として上がっているその体調不良の方の数だったり、うん、亡くなった方の数だったり、そういうことがありますので、なので私はあの、まあ、打ちたい人は打つ、打ちたくない人は打ちたくないっていうのは、まあ、そこは変わらないんですが、あの会社でやっぱり強要するのは今もうないと思いますけど、うん、以前ね必ず打ってくださいっていうことがありましたが、 そうですね、そういうのは本当になくしてほしいし、うん、高齢者は絶対に打ちましょうとかいうのも、うん、高齢者の方ですごく理解してから打つ人ってあんまりいないんじゃないかと思うんですよね。いないでしょうね。でやっぱりあの危ないから、あの流行り病にかかりたくないからって言って、うん、そういう前向きな気持ちで接種しているのに、うん、そこでねあの悲しい顛末っていうのはもう本当に耐えられない、うんまあ、こういうお仕事をされてるからなおさらっていうところもあると思うんですけれども、はい、そういうところじゃ強く訴えるあのデモ行進ということですね、はい、で、こう凱旋もあるということですけれども、はい、その街頭演説の時にはやっぱり近藤住職とかもお話しされるんですか？はい、今回はですね、あの私は凱旋は行いませんけれども、はい、代表はされる予定です、はい、お話をさせていただきますし、はい、あの藤江さんもいらっしゃるんですね、はい、あ11月4日っておっしゃってました、はい、なるほど。あじゃ あの本当に寒い時期なので、本当に暖かくしてで、だんだん口も動かなくなってくるので、はい、いやもう寒い日とは思うんですけど、うんうん、熱いデモ行進は、あそうですね、はい、心は心はもう熱く伝えていきたいなと思ってます、はいはいはい、まあ、いろいろと言いたいことがある方もいるかもしれないけども、まず、本当にきちんと調べて、うんうん、で、まあ、その予防接種の時の注意事項とかもあるじゃないですか、はい、そういうのもきっちり読んで、適当にではなくて、もしその打とうと考えている人がもしいたら、うん、であのこれ私藤井さんがあのゲストでいらっしゃった時にも話したんですが、まあ、親族で、まあ、本当に打とうと思って、うん、でもその説明書を読んで、注意事項ですかね、あ打つのやめるって言った、うん、ものがいました。なので、まあ、みんながいいから打とうとかではなく、あのきちんと理解してからの方がいいのかなというふうに思います。で、まあ、いろいろとその、まあ、デマだとか、うんうん、そのいろいろ言う方もいるんですけども、実際にその接種を本当楽しみにして接種したんだけれども、その後で健康被害で苦しんでる方がいらっしゃるじゃないですか。でそういう方のことを実際いるの でそういう方をのことを考えると、デマだとか、うん、あのそういうことはね私言えないと思うんですよね。多分そういう方に会ってないんですよね、うん、多分皆さん。そうかもしれない、ね、僕らはその被害者っていうか、うん、そういうことで苦しんでおられる方の声も、うん、対面で聞いてますし、お話もさせてもらってるんで。相談に来られますか？来ます、来られます。ただ我々はそこのね、あの相談を受けても、うん、あの札幌市の方にも多分相談窓口あるんで、うんうん、そこをご紹介するだけなんですけど、はい、あのこう単純な話なんですけど、うん、納豆とかが遺伝子組み換えの時、うん、はいはいはい、遺伝子組み換えしてますよっていうの、はい、食べたくないですよね、うん、してますって書いてあったら食べたくはないです食べたくないですよね、うん、でも今の、予防接種って遺伝子が組み換えた予防接種をしているのに、うん、それは
平気でいいんですかっていうことを問うてみたいなとも思うし、でそのそばにやっぱりそういうそのこう接種したことで逆に生活することが困難になった人たちがものすごく増えてるっていうことをまだ感じられない人がいるのかなと、うん、街歩いてると杖ついてる人もね、多いですね、今多いですよ、はい、若くても、はい、だからいろんな弊害が出たのは間違いなく事実であって、うん、だからまず一旦とどまりましょうよっていうことですね、僕らが伝えていきたいことは、うん、なるほど、あのじゃあまあ、長州派ということですけれども、 どんな政党を応援している人でも、どういう考えを持っている人でも、この一つのたった一つの大事な事実を伝えて、それを理解した上で、ぜひやめられるものならやめてほしいということの思いで、はい、ということですね、はいはい、この北海道有志僧侶の会からのご案内というのがあって、QR コードで読み取ると、はい、私たちの活動とかが、はいはい、あとそして、うん、名前を出して参加していただいている僧侶の名前が出てます。あ、たくさんいらっしゃるんですね、うん、いえもうたくさんではないです、もう数えればもうちょっとです、うん、まだ、はい、なかなか、うん、その、うん、全国というよりも我々のほかに先駆者として長州派僧侶の会、そして全国有志僧侶の会という団体があったんですけども、うん、はい、結果的にその私たちは、まあ、北海道が拠点で活動している僧侶ですから、うん、はい、まずは北海道を守りたいというか、うん、はい、北海道に伝えなきゃいけないんだ、道民の方たちに伝えなきゃいけないんだということで、うん、こう宗派を超えて今協力してやってる仲間なんで、そうなんですね、はい、ただ批判もあります、うん、どういった内容ですか。いや、そんなことを僧侶がやる必要あるのかっていうこと、やるなら袈裟を取ってやれとか、まあ、いろんなこと言われますよ。そうですか、はい、あ、なるほど。私は逆に袈裟を着ているからこそ耳を傾けたいなって思う人がいるんじゃないかなと。もちろんです、もうそっちの声の方が圧倒的に多いです、はい、ただ中にはやっぱりそういう、まあ、批判的な考えをお持ちの方も実際いらっしゃるんで、ただそういうことをもし思われるんであれば、まあね、近藤住職も私も、うん、こう、はい、どこのお寺でどこの何々っていうのも全部出してますんで、はいはい、まあ、話し合いに来ていただければ一番ありがたいなと思うんですよね。足立住職のお寺江光寺さんは、はい、北区新小鳥にあって、そうです、割と新しいんだよってさっきおっしゃってましたけども、はい、近藤住職の北大寺さん、はいはい、歴史があるお寺ということで、札幌駅のすぐ近くっていうことですけれども、はい、 はい、その、まあ、何代かやっぱりいらっしゃるじゃないですか、はい、代々で、ね、はい、皆さん、まあ、代々っていうとあれですけれども、近藤住職のお話に賛同して、うちのお寺はこれをみんなに伝えていこうっていう、そういうダンスですか、うんうん、代々というか私 その先代っていうんですか、はいはい、先代はもう、はいはい、もう当然あれなので、はいはい、例えば、まあ、私の師匠、うん、私の師匠になるんですけども、はいはい、ちょうどこの流行り病、うん、騒動の前に他界したんですよね。あ、なるほど。なので、はい、もう私の独断と偏見というか、うんうんうん、私が調べた、事実とかを元にこう、はい、お寺を中心に発信させてもらってますけれども、そうなんですね、まあね、うん、もしいたらどういう判断をしたのかはちょっと聞いてみたいところですけどね、うんうんうん、なるほど、はい、まあ、私も実は母がですね、うん、その流行り病の前にちょっと他界をしたので、令和元年、あれ、そうですね、うん、令和元年だったんですよね、うん、はい、なので普通に葬儀も普通に行えたんです、何もその制限することなく、うん、それは今思えば本当にとてもありがたいことで、うん、病院のお見舞いも普通に行けましたし、だから、まあ、あれが流行っている時にはお見舞いも行けない、うん、で葬儀もできなくて、はい、もう亡くなりましたっていう報告を受けてから、うん、次に会った時はもうお骨だったっていうことがありましたよね、はい、で本当にそういう、はい、中で制限しなきゃいけないっていう中 で前回の足立住職がお寺が制限してもいいのかなって考えたっていうことをおっしゃっていたので、はい、それも私ね、すごく大事なことだなと思ったんですよ、うん、今だからこそ皆さんに例えばこういう大事なお話をした方がいいんじゃないかとか、で私も今だからこそその病をね、
この世から、まあ、なくなりますようにって消えますようにっていうような祈願をかける例えばお祭りとか、うん、そういうのもすごく制限してましたけど、うん、自粛してましたよね。で仕方なかったかも。他はやってたんですけど、多分住職も私もほぼほぼ全く変わんない年間行事は多分こなしたと思います。そうですか、はい、我々は僕はそうさせてもらいました。なるほど、まあ、あの葬儀だけではなくて、まあ、あの説法というかお寺の行事ですね、うん、法会とかは普通にさせていただきました、はい、そうなんですね。あのいろいろ自粛自粛の世の中なので、そういうのに参加された方は私きっと喜んだんじゃないかなと思いますけど、いかがでしたか。あの 考えてみますと、うんうん、うちの新しいお寺ラッキー法要去年の3月だったんですよね、うん、はい、はい、でそこで僧侶が二十数名、うんうん、そしてそのあのお檀家さんたち信徒さんたちが多分100名以上、うん、あのお寺にぎゅうぎゅうに入って、はい、まあ、一度きりの法会だったんで、もあの楽慶法要っていうんですけど、新しいお寺ができた時に執り行う法会なんですけど、やっぱり皆さん見たい参加したい、うんうん、で私にとっても一生に一度、はい、会期住職の、うん、もう大役だったんで、それをさして、いや、 やりましたね、普通通りに。そうですか、はい、あ、なるほど。だからそこでもし僕がこういったその流行り病とか予防接種にこう、うんうん、なんていうんですかね、こういや大事なもんだ、うん、ま、もちろんその、ね、大事と思ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、うんうん、まあ、幸いにして私はそう思ってなかったんで、うん、みんなウェルカムでいっぱい来ていただいて、うん、そうなんですね。今思うととんでもないことやってますね。まあ、あの来られる方で素晴らしいことです。あ、そうですよね。まあ、そうですね、はい、大成功そうだったんですね、はい、大正解です、うんうん、なんかそのあのいろいろ怒ってくる方もいるっておっしゃってましたけど、はい、逆にすごくお話を聞けて本当に良かったって喜ばれる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、 ありがたいことに、ね、圧倒的にそっちの方が多いと思います。そうですか、はい、あのもちろん批判的なご意見ももちろんありますけども、みんなが言ってくださってありがとうって、うんうん、まあ、あの よかったとこう話聞かせていただいて本当に良かったっていう方の方が多いです。うん、はい、そうなんですね。まあ、じゃあそういう方の声の方が圧倒的に多いということですけれども、やっぱりその中にある怒る方の中の、声で一番多いのってどんなことですか。どうなんでしょうね。もう考えちゃうぐらい、あんまり、まあ、あの一般的な意見でいくと僧侶のくせにっていう方が多いです。それあの一般的な方です。そうですか、僧侶のくせに。お坊さんが何やってんですか。そうですね、へ、うん、面と向かって言われたことはないですけども、まあ、今ね、こうね、書き込みで、あ、うん、じゃあ本当に伝えたいことは別に ないんですね。そのなんかここがこうで間違ってるんじゃないですかとかじゃなくて、僧侶のくせにとかそういう、まあ、そっちの方が多分ご意見としては、まあ、あくまでもご意見なんで、でもその僧侶の方からも電話があって、いや、こんな活動されてるっていうんで、あの私も今こうやってあの地方のお寺で悶々としてると、どうしたらいいだろうっていうことで、まあ、うちから資料を送らせていただいたりとか、いや、ご住職やってることは間違いじゃないと思うんで、何かあれば我々応援しますんで、ぜひあの一緒にあの伝え続けましょうということで、あのいろんなところからお電話いただきます。そうですね、はい、なるほど。じゃあ本当に、励みにされる方、あ、喜ばれる方、聞いてよかったと、うん、もし聞いてなかったらちょっと違う未来になってたかもしれないっていう方もいらっしゃるということですよね。あの本当に、私はもう実害をあの得たというか、被害に遭った方とか、まあ、お亡くなりになった方はもちろんですけれども、体調を崩された方とか、そういう方に そっちの方が圧倒的に数がその接種して大丈夫だった人よりも少なかったとしても、でもいることが事実であり、で少ない少ないと言っても結構多いじゃないですか、はい、なのでそちらの声を私は聞いていただく方がいいんじゃないかなというふうに思っています。ということで、あの11月4日祝日になりますね、はい、はい、月曜日祝日なんですけれども、11時30分に札幌駅南口のアピアドームのところに集合していただいて、このデモなんですけど、途中からこう入っていったりもできますか。もちろんです、はい、もうどういった形でも、はい、あのその隊列に入っていただいて、うんうん、はい、はい、大丈夫です。なるほど、わかりました。平和的なデモということで、はい、あのもう大きい声で、そうそう、私ね、ごめんなさい、ちょっと途中であれですけど、はい、その
予防接種絶対ダメっていう人たちの中でね、ものすごくいや高圧的な罵詈雑言を浴びせるような感じで、何予防接種してんだこらって言って会場になんか入り込むようなのがもう数年前ですけどあったんですよね。ですごいなこの人たち、そのいくらこれ危ないよやめた方がいいよっていう思いがあっても、うん、なんでこんなとこで接種してんじゃこらみたいな勢いで行くのは、逆にものすごくこういうふうに活動されている方々の邪魔になると思うんですよね。まあ、そうですね、はい、第1回のデモの時もやっぱりそのご自身の、まあ、主義主張といいますか、うん、自分の伝えたいことをこう、まあ、声に出した方もいらっしゃったんで、それはもうご遠慮くださいということで、まあ、お伝えはさせてもらったんですけども、はい、群衆心理っていうんですかね、なんかこう、やっぱりヒートアップする方いらっしゃるんで、そうですね、やっぱり集まるとやっぱり自分の言いたいこともこう言えてしまうような感じはあると思います、はいはい。まあ、じゃあ今回 の、 その11月のデモは、全ての人にマイクが与えられるわけではなくて、もちろんそうです、そうですね、はい、ルールとマナーにのっとった、はい、そうです、はい、僧侶らしい、そうですね、はい、デモをさせていただきたいと思ってます、うん、はい、もちろん根底にはあるんですよ、その、あ、はい、熱い思いが あるんですけれども、うん、やっぱりこういう格好してるので、うんうんうん、大事なことですよね。そうですね、はい、だからあえてこういう服を着るっていうのも大事なことですよね。そうです、自分をこう、はい、なんていうか律、はい、するというか、いや、そうです、はいはいはい、私も今日あえて黒を着てきたわけじゃないんですけれども、はい、同じおごそかな気持ちで、大事なことには関心を持って耳を傾けて、で自分で考えて、もうそうだなと思ったことは率先して行っていきたいなというふうに思います。それこそね、亡くなられた方の、うん、まあ、追悼のいい、はい、いや、そういうのも込められてますから、なるほど、こういう格好というのは大事だと思ってます、うん、そうですね、はい、ちょっとあと一つだけ、あ、はい、お願いします。我々北海道有志僧侶の会としては、僧侶ですから、お坊さんですから中道、うん、右にも行かない左にも行かないっていうのがもう大前提であるんですね、うん、はい、で冒頭にもちょっとお話したと思うんですけども、いろんなこう団体があるじゃないですか、うん、はい、政治にしても、市民団体にしても、はい、でもちろん協力するところは我々の、まあ、微力ながらもお手伝いできるところはするんですけども、うん、ありがたいことにいろんなその団体の方からもお声掛けをいただくんですけども、うん、一緒に組むっていうことは避けてるんです、我々は、ね、自分たちは自分たちの思いを伝える、はい、その思いに賛同できるときには私たちも他の団体の応援協力には、うん、行きますけど、はい、一緒に組んでやりましょうっていうのは我々はもう今後もそういうことは一切考えてないんで、うんうん、私たちは僧侶としての立場を、はい、守った中で、皆さんに伝えられることを僧侶らしく伝えていこうというのが私たち の、 思いです、はい、そうなんですね、はい、僧侶らしくっていいですね、はいはい、じゃあ近藤住職も最後に何かありませんか、はい、そうですね、先ほどの繰り返しになりますけれども、うん、やはりこう人が歩いている道の先に穴が開いているよ、うん、これはやっぱり、我々はどうしても伝えなければなりません。それを黙って見てて、その方がもし落ちてお亡くなりになったら、じゃあ葬儀だ、これはもう本末転倒ですよね、うんうん、それをあくまでもこう訴えかける、その先を歩くかどうかはまあ個人の判断になりますけれども、うん、それをね止める権限は我々にはないですけれども、できれば止めたいですけれども、こう声をかけること、これはですね、ずっと続けていきたいと 思っております、はい、よくわかりました。さっきからね、予防接種っていうふうに言ってますけれども、もしかしたら見ている方の中で全部の予防接種って思ってる方がいるかもしれないので、うん、そうではないです。この度の、まあ、令和2年ぐらいからですかね、始まった、そうですね、はい、流行り病に対する予防接種に関するお話をしていました。そういう予防するその注射の中にはやっぱりすごく大事なものもありますので、それも、まあ、全てこれはきちんと大丈夫、自分で確認をして、それから受けられるといいかなというふうに思います。まあ、それでね、命が救われたということもたくさんありますから、でそれとはじゃあ今回のは混同されないようにぜひよろしくお願いいたします。はい、ということですので、皆さんぜひ、関心のある方で、今までこういう話
テレビでは全く流れないことですので、はい、どんなことなのか聞いてみたいという方、11月4日のデモに参加されて、住職の、お話を聞いていただけたらなというふうに思います。でゲストで藤江さんがいらっしゃるという、そうですね、はい、はい、データに基づいた本当に出ている真実のことしか伝えていないので、私そこすごく大事だと思うので、はい、ぜひ脅すとかではなく、はい、事実を知っていただいて、それをもしこれは大事だなと思ったら、住職がされているように自分の大切な方々に伝えていっていただけたらなというふうに思います。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。